熊本県宇城市白縫町コーラデコイトリプルブロシェットピラフ1200円、アイスコーヒー400円。外観をパッと見ると飲食店には見えないおしゃれなお店。俺一人なら飲食店ではないと判断してスルーしてしまいそうだが、今回は友人と来店。カフェで浮きワインを販売してる感じのようだ。ブロシェットとは串料理という意味らしい。こちらのお店、おしゃれなだけでなく味もしっかりうまい。ビーフオニオン、ミートスティック、ボーフランクと3種類の串がピラフの上で存在感を放っているのだが、こちらが三者三様にうまいんだな。ビーフオニオンは牛肉、ピーマン、玉ねぎが刺さっており、ほんのり香る燻製の匂いがたまらない。牛肉も食べやすい柔らかさだった。ミートスティックはハンバーグっぽい味で、表面がしっかり焼けて少しだけサクッとした食感でうまかった。ボーフランクは太めのソーセージ、皮がパリッとしていて肉汁があふれてジューシーだったな。食べ応えもバッチリだ。こちらの3本の串を支えるハムピラフはお茶碗 2,3 杯分ぐらい、満足のボリューム。ハム、卵、細かい玉ねぎが入っていて、ちょっと表現は難しいが、バーベキュー味の濃い味をちょうどよく抑えた感じの癖になる味で、パクパク食べることができた。友人はベーコンブロシェットを頼んでいたが、小食なので半分は俺が食べた。こちらも燻製の風味が出ていて、ピラフの方もブラックペッパーが効いていてうまいピラフだった。今回いただいた料理はザ・男飯って感じだったから、次来た時は他のパスタなんかのメニューも食べてみたいな。熊本県玉名郡和美町原口四日堂ホルモン定食650円、卵焼き300円。友人がこの店のホルモンはうまいとおすすめしてくれたので来店。老夫婦が切り盛りする年季の入った内観。俺はこんな雰囲気だと味も期待しちゃうんだよな。そして出てきたのは白飯がめちゃくちゃ進むかなりうまいホルモン。柔らかくて臭みが全くない濃いめの味噌味。ニンニクも入っていてどんどん白飯が減っていった。出てくるのに少し時間がかかったけど、これだけうまいと全然気にならないな。卵焼きはシンプルな味だった。ホルモンはマジでまた食べに行きたいな。この日はうまいホルモンを堪能して体が喜んでいた。熊本県熊本市北区楠の木6丁目炭焼きうなぎ福六寿、うな重上1本4800円。フォロワーさんがおすすめしてくれていたこちらのお店、何度か挑戦はしていたんだが、いずれも完売でチャンスを逃して結局半年くらい経ってしまった。させん。今回はオープン時間に合わせて来店。これまでのこともあり期待が高まる。タレは九州甘辛か関東のさっぱりが選べて、俺は九州甘辛を選択。うなぎは表面がパリッと、身はふわふわでうまかった。今まで食べた中で一番ふわふわだった。小骨も全然なくてあっという間に食べきってしまった。お口直しや甘味もついていたが、俺は先に食べる派。うなぎの余韻を楽しみたいからな。熊本県熊本市中央区上通り町赤身焼肉肉たらしジュニア黒毛和牛ステーキランチサーロイン 180g 2200円。黒毛和牛ステーキランチもも 180g 1760円。この時は先輩と一緒に行ったので
頼んだものをそれぞれシェアした。サーロインはさすが黒毛和牛といった感じ。噛むと旨味が口の中に溢れ出る。そして柔らかい。脂身もくどくなく、いくらでも食べれそうだった。ももはさすがに少し硬いのかなと思ったが、全然そんなことはなく、程よい柔らかさだ。肉肉しさもすごくてうまかったな。肉自体のうまみがすごいので、個人的にはソースなどつけずに食べるのが好み。熊本県熊本市中央区下通り1丁目、自称魚田らし下通り店。マグロカツ丼膳1500円、漬けマグロ丼膳1500円、炙り鯛のだしラーメン850円。こちらも先輩と言ってシェアしてそれぞれいただいた。トッピングなども思い切って全部注文した。マグロカツは衣はサクッと、中身はふわっとした最高の食感。マグロの切り身を3枚重ねることによってこの食感を出しているとのこと。腕のいい板長さんだ。トッピングのタルタルも手作りならではのうまさ。大根おろしのポン酢はあっさり食べれたり、いろいろ味変して楽しめる。漬けマグロの方はたっぷり 200g の漬けマグロが楽しめる満足度の高いメニュー。こちらもトッピングが大活躍で、とろろ、卵黄などでこだわり抜かれた追いがつおを味変しながらいただく。特に卵黄をかけると旨味がアップして最高にうまかった。炙り鯛のだしラーメンで贅沢に締め。うまかった。小鉢なども全てうまくて自信を持って紹介できるお店だ。今月は魚たらし、肉たらしジュニアでワンツーフィニッシュ。それだけ本当にこだわってるのを感じるうまさだった。ぜひみんなにも味わってほしい。その他のお店もかなり満足度が高いお店だった。来月もうまい店に出会えるといいな。あー腹減ってきたな。ナイスカロリー。